庭菜園ライフ、はい、目黒区で菜園をしている川西です。同じく目黒区で菜園をしている西川です。今日は番組の前半ではろうそくを使った温室ヒーターの作り方をご紹介します。また番組の後半では11月28日から12月5日に配信された動画にいただいた質問にご回答していきます。鹿さん、めっきり寒くなりましたねって先週も言った気がします。だけどここ2日は、先週よりもすごいですね。そうです、もういよいよ冬という感じで、うん、もうあの種の芽が出ない本格的なシーズンになりましたね。もういよいよダメですね。実は温室をちょっと準備してやってみたんですけども、はい、温室でもやはり、温度が上がりきらないっていう問題が出てきたんです。寒さね、怖いですね。ちょっとそういうもう温室も本格的なシーズンになったので、今日はそんな話題もお送りしつつやっていきましょう。それでは行ってみましょう。家庭菜園ライフ、はい、それでは、番組の前半です。でも本当にね、今日12月の7日ですね。もうとても10度くらいの気温になりそうな東京になってます。なのでこの農園では最近温室をね、西川さんを中心に作って対策をしているんですけども、はい、そちらの温室の環境がどうなのかなっていうのをいろいろちょっと試してまして、今回ね、温度を測ってみて面白いことが分かったんですよね、西川さん。そうですね、はい、驚きの結果があったので、そちらをもとに今日は面白いグッズを作り方をご紹介します。で、温室ね、ビニールで掘った小さい温室なんですけども、こちらにこうね、ずっと温度計をつけて計測したんですけども、そちらの、時間の計測が面白い結果になりました。で、こちらの表をご覧ください。これですね、外気と温室内の気温を時間ごとに調べた表になるんですけども、温室ってずっと暖かいと思うじゃないですか。しかし全然違ったんですよ。そうですね、はい、まあ、昼の間は確かに、18度を超えるぐらいまで温度が上がってたんですけど、はい、なんと、はい、夜になって朝が近づくと、はい、温室の方が温度が低くなってしまいました。びっくりですよね。これはどうしたことだと非常に困ったんですが、はい、確かに昼の間は温度が高いので、はい、平均値を取れば、温室の中の方が高いんですけ ど、 なるほど、真夜中を過ぎて、はい、朝に近づくにつれて太陽が昇るまでは、温室の方が温度が低いというようなことになってるんです。それはびっくり。ちょっとこちらの、ね、表を、ご説明していくと、はい、青い線が外気温です ね、 そうですね。で、赤い線が温室内なんですよ。で、日中はですね、赤い方が全然温室の方があったかくて、ですが、その後時間を追っていって、だんだんその温室の中との気温の差が近づいていくんですね。で、なんと、16時くらいにほぼ同じ気温になりまして、だいたい10時40分くらいになると温室内の気温の方が低くなるという風な推移になっています。一番差があるのが4時半ですね。4時半にはもう1度くらい、外気の方が高いという結果がこの表からわかると思います。なんでこういうことが起こってくるんでしょうか。これは放射冷却の影響ですね。一般的に昼の間、太陽の熱で地面が温められて、温室内も温められる。で、夜になると、外の気温というのは広い地面のところの熱をもらうんで、あまり寒くならない、はい、それと、表面がデコボコしてますから、はい、放射冷却のレベルも低い。ところが温室の中なんかは、直接もう放射冷却しちゃうんで、どん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 冷えてしまう、という理屈でこんな差が出てしまったんだろうなというふうに思ってるんですね。普通の農家さんなんかでしたら、はい、ボイラーを焚いたりしますよね。そんな設備を家庭菜園で作るわけにもいかないんで、はい、今日は手元にある材料、それから燃料費も安い、はい、で、温室の温度を上げられないかということについて、はい、いろいろ考えてみた結果、まあ、こういうこともできるんじゃないかっていうのをご紹介したいなと思うんです、はいはい、ということでこちらご紹介していきます。じゃあ皆さんもずっと画面の端に映っていたのでお気づきかと思うんですが、こちらですね。こちらがヒーターの本体になります。
こちらの温度今測れるように温度計をつけているので、こちらの温度を今解説していただきます。はい、こちら外気温、小さい方の数字なんで見にくいかと思いますが、今外気温は 11.1 度になってます。こちらの方はこのヒーターから吹き出してくる暖かい空気の温度を測っています。今だいたい 18.5 度ということですから、7度ぐらい高い温度の空気が出てきている。これが温室内を循環しますので、温室内が温められるということになります。では構造をご説明したいと思います。それでは構造の説明をします。非常に簡単なんです。大きい植木鉢、これは底の穴をアルミ箔で蓋をしています。中に小さな植木鉢があります。こちらの方は直接ろうそくの炎が当たるので熱くなります。これをそのまま、温室に入れると、植物に影響が出る可能性があるので、こちらでカバーして熱を和らげて出しています。これを外してみます。このようにろうそくが2本あります。このろうそくだいたい4時間ぐらい持ちますので、温室を温めるのは十分かなと思います。もし、時間が短いようでしたら少し長めのもの販売されていますので、それを使っていただいたらいいと思います。100円均一とかに売ってるようなもので大丈夫ですかね。そうです、これはもう全て100均で。あ、よかったです、はい、これに小さな植木鉢をかぶせて、これは少し高さの差をつけないといけないんですね、はい、空気が入らないのと、ここから空気が吹き出すときに外から入ってくる空気の取り込みができなくなって、な中で、不完全燃焼してしまうということがあるので、それでこれをもう一度かぶせます。こうすることによって、この小さな植木鉢と大きな植木鉢の間の隙間の風が滞留して、ここからあったかい風が出るという形になります。非常に柔らかい暖かさですので、植物にとっては湯たんぽを当てているようなもんで、非常にいい結果になると思います。高さとしては、こちらの植木鉢を置いている台がだいたい 3-4センチくらいです ね、の高さで植木鉢を置いてます。だからろうそくの高さより少し3-5センチくらい高さを置いて植木鉢をかぶせることによって、間に空気の取り込むところができてきますね。こちら台に利用しているのは、まあ、燃えにくいものがいいですかね。そうですね、はい、レンガなんかを使われた場合はろうそくを少し上げるようにして、だいたい距離感を合わせていただいたらいいと思います、はい、で大きな植木鉢と小さな植木鉢の間には1センチぐらいの段差をつけていただく、はい、ぜひ一度試してみてください。こちらは、ハウスの中、温室の中のどのあたりに置けばいいですか。そうですね、うん、ハウスの一番下の段の、横の隅ぐらいに置いていただければ問題ないです、はい、これ利用方法としては、夜寝る頃この気温が下がってしまう時期にこちらをセットして、そうです、このまま寝てしまってもこの日、日ですけど大丈夫ですか。大丈夫です、これだけの重量のあるものですから、はい、そんな心配なさることはないです。燃え広がりにくいように作られてはいるんですが、お子様やペットですとか手に触れないようなところで必ずするようにしてください。くれぐれも危険のないように気をつけて作ってみてください。じゃあ実際に設置していきます。今ですね、一番ハウスのビニールハウス、これどれくらいの大きさですかね、西川さん。これはね、高さがだいたい1メーターぐらい、一番高いところで、横幅が80センチ、奥行きが50センチぐらいです。はい、それくらいの大きさのハウスになります。こちらに組み立てていきます。ろうそくの面に 3-4センチのところに小さい植木鉢を設置しました。そこからまた1センチくらい段をつけて、そちらに大きい方の植木鉢を置きました。空気の層がね、はい、できますね。これで出来上がりですね。で、見ていただいたら分かるんですが、このようにすぐ刃があったりしますので、暖かい空気が直接行かないように、これでカバーをして柔らかい暖かさを循環させる。全体に行きますね。確かに小さい方だけだったら刃が傷んじゃいそうですよね。そうです、はい、でこちら 0.8 リューベくらいの大きさのハウスに対して、こちらの植木鉢の中にはろうそく2本でちょうどいい暖かさになります。これよりも大きいサイズを温めたい、大きい空間を温めたいという方は、ろうそくの本数を増やしていくといいと思います。こちらで完成です。
はい、ということでろうそくを使った温室ヒーターをご紹介していきました。これからも防寒対策いろいろ研究していきますので、また機会がありましたらご紹介していきます。以上前半のコーナーでした。家庭菜園ライフ、続いて後半の質問コーナーに移りたいと思います。12月3日に配信されました白菜収穫後の連作障害対策の動画にいただいたコメントです。連作でやる場合はスコップで天地返しをしてから耕した方がいいってことですか、というコメントいただきました。ありがとうございます。動画の中では連作障害対策として、寒起こしをした方がいいよってご紹介をしたんですが、こちらはどういうふうにしたらベストでしょうかね、まず寒起こしと天地返しの違いを、ね、はい、ご説明いただきたいです。寒起こしは作土層を、掘り起こして空気にさらす、寒気にさらすというやり方ですね。天地返しの場合は、作土層の土とそれからそれよりも深い土を入れ替えてしまう、はい、ということが天地返しなので、今まで使ってなかった土を上に持ってくるってことですよね。そういう関係なんで、理想を言えば天地返しが連作障害の対策になると思います。ただ体力的に持たないと思うんですね。30センチの作土層を全部出して、全部取って、はい、それからさらに30センチ掘り返して、はい、で土を戻して、はい、でまたは土を戻してですから、交換して入れ替えてってありますね。そうですね。それを1平方メートルやったとしたら600キロぐらいの土を入れ替えるということですから、はい、これはなかなか体力的に厳しいんで、寒起こしをして、できるだけ、予防しましょうというのをご紹介したんです。寒起こしするだけでもそちらのその塊作土層をしっかり殺菌消毒して土壌のバランスを整えて弾力構造をきれいに作っていくっていう方法ではあるので、それだけやるだけでも効果はあります。続いて12月4日に配信されました質問コーナーの動画にいただいたコメントです。こちらはボタ雪がずっと降って畑が真っ白になりましたようです。寒そうですね。いちごと玉ねぎは雪の中です。東京は稀に雪が降ることがあると思いますが、どのような雪対策をしていますか。不織布だと雪の重めで破けそうな気がします、というご質問です。おっしゃる通り不織布だけでは、無理ですね。こちらの方では不織布とそれから防虫ネット、これは丈夫ですから、それの2枚掛けにして雪の降ること時の対策にしています。昨年も一度、雪が降ったんですけれども、はい、大雪ありましたね、はい、東京でも、朝になって太陽が昇ってお昼過ぎになったらやっぱりもう雪は溶けて、ダンポールの弾力で全て元の状態に戻りましたから、はい、防虫ネットがやはり効果的かと思います。またね、大雪の地帯の方々の対策は全然違うと思いますので、またこういうのあるよっていうのがあったらご紹介いただきたいです。コメントありがとうございました。続いて12月4日の玉ねぎの追肥の動画にいただいたコメントです。質問ですが、極早生玉ねぎが少し育ちが良すぎるのですが、その場合12月の追肥はやめといた方がいいですか、というご質問いただきました。そうですね、十分育っているようであれば12月に追肥しない方がいいかもしれませんね。暖かくなり始める頃、1月の中旬以降ですねに追肥をして、卵を大きくするということで十分かと思います。はい、というわけでこちらですね、今日、ご紹介した温室の中で温度を使った装置がこちらで温度測りましたということで、これもね西川さんのメカです。機会があればこれの作り方もご紹介したいと思います。はい、ぜひご覧ください。今日は番組の前半ではろうそくを使った温室ヒーターの作り方をご紹介いたしました。また番組の後半では11月28日から12月5日に配信された動画にいただいたコメントにご回答していきました。この動画が面白かった方はチャンネル登録と高評価をお願いいたします。それではまた。